もこんにちはと申します毎度おおきに。さて今回もですね、サイトを出していこうかなと思うんですけど、今回はですねこれムーブチップ、これ集めていきたいなと思うんですけど、ただムーブチップ集めるだけじゃ面白くないでしょ。で今回ですね、これムーブチップに適したパレットあります。これです、これブケチのパレット、一番出やすいけどムーブですね。でなおかつこれメインが北斎なんですよ。これ北斎ってこう ZR ずっと押してたらこうシャーとこう塗り進めてるでしょ、まあ、今回あの塗り進みだけで特化させていこうかなとで、あのムーブ系なんですけど、イカ出し速度ね、まあ人移動速度、まあこの辺はあるんだけど、塗り進み速度いいですね。このシャー行くやつね、シャー行くやつありますけど、でまあ突撃ダメージですね。これで突撃吹き飛ばしもあります。であのイカロールアタックとかスライダーアタックとか意味ないんですけど、この辺の突撃吹き飛ばし、突撃ダメージ、この辺上げていったら北斎の塗り進みがすごいパワーになるんちゃうかなと思っております。うん、で踏み込みはなんか多分出なくて、移動スペシャル、移動ドローンゲージは全く関係ありませんまあ基本取りたくないんですけど、まあ枠埋めのために取ることあるかもしれん。で移動委員会、これも大事やな。移動委員会ここシャーで移動しながらこう犬を隠しながら、あんますごいよすごい、あんま突撃ダメージ、あすごいダメージ出て、あんま突撃ダメージしたよみたいな。はぁ、あ、疲れた、行こうあ、ちょっと待って、ごめん、説明不足やった。あのハッキングの説明ね、カラーチップ高い方よりはもうマックスですよ、当然マックスです。であの今回ドローン禁止ですんで、ドローン完全オフでチップ取るのもちろん禁止っていう感じかな。でムーブ系のやつこれ埋め切ったらどうなるのかやっていこうかなと思います。ちょっともう朝から喋りすぎて疲れたわほんま。あで忘れてた、あのもちろんラッキーボムも禁止なんですよ。ラッキーボムってまあ敵倒したらね、こういうボムが落ちてきて、なんかあのそれでね、あのさらにこうそのボムで敵を倒してみたいな感じで、すごい簡単になっちゃうからね。うん、また話変わってきちゃうから、今回の趣旨は突撃だけやな。あの筆塗りの突撃だけで、まあどこまでこうね、あのパワーが上がるんかっていうのをちょっと見ていきたいね。で、スレバチのほらこれ来ましたね。移動ドローンゲージこれいらないな。いやーちょっとリセットしようか。ちょっとね、あのあれ、あのあちゃあちゃあ、あかんやんあのムーブ系でなおかつ、あいいや、塗り進み速度来ましたね。これでいきましょう。ムーブ系でなおかつ効果がね、ちゃんとこの企画に乗っ取ったやつをね優先的に取っていきたい。いや今回ってね、結構あの取るべきチップ多いから、割と序盤から厳選していかなあかんかなって感じはする。で、まああの塗るのはね、あの一発目バシャってやっちゃうんですけど、まあ、その後はこれでいきたい。うん、あもう1枚取るだけで結構塗り進み速度上がるな。あこれボール得意かもしれん今回。あインク不足やって結構インク切れるわ。あ、オッケーオッケーオッケー、1個はオッケー。さあこれまず序盤、あ全然けど倒せへんな、めちゃめちゃかかるわ。あーあーいやマジでこのあの足元ダメージとかでかいぐらいじゃん。うん、ごめんそれは言い過ぎ、あそれは言い過ぎやわ。まあそこそこ威力ありますけれどもって感じ。あまあこれでさ、こうやっていけるじゃん。あいや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 、できるやん、割れるやん。よっしゃオッケー。いや今回のね縛りはね、サクサクいけるゲーちゃうかな思ってます。あイカロールアタックね、この辺は使わないんで、まあ取ってもいいんですけど基本的に使わないかなと思います。いやどうしようかな、糸のギル、いやリセットしちゃう、攻めちゃう、いやあー突撃吹き飛ばし、もしくはポータル、あポータルか、逆三角のフロアでポータルってことは、これポータル破壊でけへんかもな、届かんもんな多分な。あーいや移動委員会取りたかったけど、まあ突撃吹き飛ばしこれ取れるから取っとこう。よしタコで移動しない、移動しません大丈夫です。バシャってやって、こうやってまずこっちに吹き飛ばす、オッケー、これで1個ハマるはずやね。でこいつら倒しといて、はい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 、でこのボールはですね、ここの坂を転がすだけでクリアできるはずです。あこれインク不足になってもこれ押すのはできるからええなオッケーオッケーオッケー。ちょいろいろね、あの自分これやんの初めてなんで、こう学ぶことありつつね進めていきたいなと思います。よし OK、 はい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 、これなんかさっきからさ移動ホニャララゲージ出すぎちゃうなあいらんってそれ。いやこれはリセットかな。うーん、いや塗り進み系のやつね、まあまあ多いから出ると思うねんな。人移動速度いらんな、いらんな、いらんし、これポータルやからクリアできへんのか。イカダッシュ速度もう取っちゃおうか、もう取っちゃおう。うん、プロペラヤグラは多分ねクリアできるとは思う。いやどうなんやろ、できへんのかな。まあ、今回は、まあ、攻撃はねこの塗り進みだけでやりたいんで、あーどうこれ空中いけるか。まあ、こういうとこはいけんねんけど、あいやいやこういうのはいけんねんけど、はいはいはい、この辺よな、問題はこの辺なんやけど、上から塗れるの、上から、あ塗れる塗れる塗れる、いけるいけるいける、これ往復できるわもろさ地味やなおいこれ関門が平地、あ関門平地やん、関門空中やったらちょっと終わってたかも。はい、いいよ、これ進んでる進んでます、これ、あこっから登ればいいんやん、オッケーオッケーオッケー、あちゃ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 、ごめんちょっと間違えた
ちょっと間違い、ちょっと戻します、すいません。いやどうしてもね、操作ミスでこの馬車でね、このプロペラ役で殴っちゃったみたいなのがあるから、だってこっから飛んでこうやってやって、こうこうこう口振って、こう、あ、こうや、こうや、これでいこう、こう各馬車やる、こうこうこう、これで上と下どっちのプロペラもこれ当てていったら結構するんじゃん。1、2、あー0 ヒット。あ、いいや、今3パターンだった。関門到達、関門到達したらもうこっちのもんよ、平地なんで。あ、いいよ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 、オーケー、いける。いや、だいぶね、今ね、このでかいやつ倒すのも時間かかるから、ここだいぶこう威力上げていったらね、どれぐらい簡単に倒せるようになるのかも楽しみやな。さあ、上がっていって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 、上がっていったら、またこれで、こうやって、こうやって、こう、馬車やった後に。これ難しいね、これ意外と。これなんで当てれへんねんって思うやん。これ意外とむずいね。あ、ちょっと待って、それ関門到達したけど、関門空中や、それクリアできる？あ、あ、ちょっと待って、もう、もう上いける、もう上いける、もう上いける。あ、惜しい惜しい、もうちょい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 、いけるぞ。あ、ちょっと届かない届かない。歯がゆい歯がゆい、これ到達到達到達、ぐって歯がゆい歯がゆい。いや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 、できるできる、連続で。いや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 、できるできる、連続で。あ、いやいや、来たじゃん、来た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 、乗った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 、地上に来た地上に来た、よし、オッケー。これ空中から殴れるところやったらいけるな。そうじゃないとこは結構きついかも。さあ、突撃吹き飛ばしきました。移動インク回復の方が欲しい。うん、330報酬もでかいからこっち行っとこう。よし、オッケー。これね、追っかけ回してたらこれね、勝手倒せんちゃうかな。どうなんやろう。あ、やっぱさすがにスピード、あー、ええうせやろ。え、やる気あります、あの人。あの雇用側が即刻解雇した方がいいっすよ、あいつ。やる気ないやん、あいつ、完全に。よーし、ほな、あいつも追っかけていこう。ええ意外と追いつかれ、あ、加速しだしたら無理やな。加速しだしたら追いつかれへんわ。あ、オッケー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 。あ、これね、逃げ回るやつめっちゃ簡単や。ボールより簡単かも。さあ、来ました。これ自販機あるんですけど、いや、どうしよっかな。自販機で、あー、けど2個買われへんのよ。250、500やから、結局1個なんよな。これリセットして、報酬プラスチップの方がいいかもしれん。あ、いいやん。塗り進み速度。すり鉢か。いやー、ちょっと待って、これね、空中からこれ飛んでくるやついるでしょ？あれ、ケンタッキーって呼んでるんだけど、空中から飛んできてな、これエリア塗ってくるやつ、これ倒せへんのよな、多分な。無理やっけ？ボーナスもあるし、一回やってみる？うん。まあ、ギリギリ戻ってこれるっちゃ、来れるし。はい、どっこいしょ。さあ、ここよな。あ、ここやったら空中から殴れんちゃうか。で、まあ一応ね、エリア内の塗りもできるだけこう塗り進めてやっていきたいね。オッケー。ならば飛んでくると。ならば飛んでくるでしょ。ちょ、あいつを優先的に処理してなんか。オッケーオッケー、これ空中から処理できる。こう。え？あれ、なんか弾かれただけ？え？ちょっと待って。バイーンってなったんだけど。え、嘘嘘嘘、なんでなんでなんで、なんでな。じゃあ無理やん。なんでな、君。特殊な体勢の持ち主やん、それ。なんで筆の塗り進めだけ無敵なん、君は。なあ、なんなん。じゃあ、無理やん、これ。え、無理か？え、無理やん。ちょ、一回考えてみた。一回考えてみたけど、やっぱ無理や。あー、これでだいぶ練り込み無駄遣いしてしまいました。申し訳ございません。さあ、360ぐらいしか見ないんか、これ多分。358やな。うん。いや、これリセットで攻めようか。一回攻めちゃう？これ自販機は消えへんよな。消えへんよな。あー、突撃ダメージ。熱っ！さあ、待望の突撃ダメージ。これをね、何枚詰めるかなよ、結局。塗り進みの威力をアップしていくんは。さあ、これは追っかけ回すだけでクリアできます。はい、どっこでしょう。あ、あ、あ、簡単。いいよ。さあ、これもね。これも。あー、これ雑魚もね、簡単に処理できる。これね、縛り系はね、この一番ちっこいやついるでしょ、こいつがね、マジで厄介なことってめっちゃ多いねんけど、今回は楽やわ、嬉しい。いいよ、いいよ、はいはいはい、オーケー。いやね、これ塗り進み強化しまくってね、最終的にはもう戦艦みたいな、戦車みたいなそこまで育てていきたい。あー、イカダッシュね。まあいらんかな、一回。いや、ちょっと待って、取っとく、取っとくか。うん、取っとこ、取っとこ、うん、取っとく、ハム太郎。
いやいや、とっとこって言うやん。とっとこって俺よく言うねんけど、そう言うとみんなの頭に、ああとっとこと言えばとっとかむ太郎って出てくるから、それを私が言ってあげてるみたいな、代弁してあげてる。だから自分が言ってるんじゃないね今。だからうん、言ってるんじゃない、自分が言いたいんじゃないね、みんなが言いたいところを代わりに言ってあげてるって。だから俺に罪はない。はい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 、簡単、はい簡単。けどまだ3発やな。あーまだ3発や。これあれやな、移動インク回復をいっぱい取ればこれずーっと塗り進めるってことやな、最後多分。今どんどんねインク減っていくんで、途中で回復しないといけないんですけど、それがずっと塗れるようになるのは嬉しいな。まあ切れるよね。あ切れるけど、これ切れてる状態でもめっちゃ、え切れて、えどういうこと、切れちゃうね、切れてる状態、えなんで濡れてんの今これ、どういうことどういうこと、え何何が起きてる、攻撃が、あできるやん、えなんで、なんかバグ任天堂さんバグ見つけました。移動スペシャルいらちゃうねん、今はスペシャル使わんねんから。いやここは一発リセットしとこうや、やっぱ出るでしょ。うん、突撃吹き飛ばしてました。跳ねるピラミッドのフレア、フレア、あ跳ねるはねいける、跳ねるはジャンピングマシンが出てくる、ジャンピングマシンが台座残しますやん、あれで最後の一撃加えられますんで、ここはいけるはずや。今日ただこれね、跳ねるといえど一発目はなんか出てこへんかった気すんねん。あちょっと待って、これコンベあるやん、これがあるから、これジャンプしてこう空中からこうやって当てれんじゃん。あいける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 、これ確かね1個ポータルを破壊してからじゃないとジャンピングマン出てこないんで、おしゃ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 で、こう膨らますやん膨らますやんなんか自分も食らうのなんなん。オッケーオッケー、膨らんできて膨らんできて膨らんできていいねんけど、これがマックスまで育ちました暁にはこっから飛びましてポータルで突撃すればいいんやろ。オッケー、他のとこも育っとく、時間がもったいないからな。オッケー、パンパンなりましたね、パンパンなりましたら飛びましてこうで、あれ空中の塗りすみにダメージがないんか、なるほどな。え、なんじゃあなんでプロペラぐらい回ったんどういう仕様の違いがあるのそれ。クリアできない、なんか乗ってる判定ならんかなこれ。あ無理か、あ無理やな、いやーかんわ、でけへんねんて、ジャンピングマン1個倒したらねこれ出てこないんで、あここやったら高さなんちゃん、あ無理や、攻撃でけへんわ、ほら当てられへんねん空中で。だからローラーのコロコロも空中当たり判定ないねんけど、それで一緒やんな。じゃあなんでプロペラグラ回ったほんまに謎すぎるやろ。じゃああかんやん、うん、じゃあ戻るしかないわ。え足りるよな、練りコインまだ足りてるよな、あっぶな足りるわポータルクリアできへんわ。まあ結構条件がね整えばクリアできるって感じやろうけども、ああ選びたい放題嬉しい。ちょっと待った。ちょっと待った。全部無理ちゃう全部無理ちゃう。なあ。またこれリセットやな。リセットで、次、ムーブ系出なかった罪。空き地のフロアボーナスか。これ入って、戻ってきたらもうリセットできんって積むから。けど、ボーナスの内容によってはクリアできんねん。けど、報酬系のボーナスやったら無理やから。うわぁ、どうしようかな。いっとこう。よしよしよしか、あーもうこれ行くしかないか、押し寄せる明智のフロアボーナス。いやーこれ無理やろな。いや積んだか、ちょっと意外とあれやな、えりすぐりすぎた危険やなこれ。うわっ、あっ来た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 神で、しかもこのコマもある。オッケー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 、あいらんかったわ、ここコマとこのジャンピングマンいるから、ジャンピングマンでこれとどめさせるしいけるわ。うん、まあ、けどドローンがあるからいける。はい、オッケー、助かったー、耐えたーギリギリやったな今、危ねー。さあこれない、無理や、出ない、やばいよ、出た、オッケー、はいコマもある、オッケー、はいはいはい、オッケー、あと1匹、いいよいいよいいよ。あちょっと待って、ほぼさインクタンク減ってなくないほら無限やん、ちょっと取ったらあれやな、もう無限に塗りつめ、あーうん、落ちていくマンボウおもろいよな、ちょっとな、ちょっとシュールなんよあれ。あー自販機か、
これもう自販機で登っちゃおうで10回ボスやから、ボスをサクッと倒して練り子に溜めていこう。はい、よっこいしょ。あ、人移動速度だけある。ことか。オッケー。マイチョライフも買っといて。よしよし。あ。これは、いけるか。まあ、一応いけるな。うん。一応いけると思うけど、これラストダメージ与えられへんかもな。一番最後の段階、足元ダメージでこれ確かキルできへんかったと思うねん。これはリセットしてた方がいいかも。うん。あー、これはいけます。人型のね、なんちゃらと増殖するフロアは、もう、これはね、いけますよ。これはただ引くだけ。うん。非常に簡単だと思う。だいたい縛り系ってね、人型のやつが一番難しいことが多いねんけど、今回に関しては人型がめっちゃ簡単やわ。はい。はい。はい。オッケー。簡単。そうか、もうインク回復する必要ないから、ひたすらこれ塗りすみでね、通していけばいいんだ。はい。いいよ。いいな、これ無限に塗り進めんの絵は快適やわ、これ。はい。ああ、簡単、楽勝。はい、オッケー。どうしようかな。自販機いっとくか。まあ、ボスクリアしたとはいえ、まだ練り声そんな多くないからね。確実に上登れる時に登っとこうよ。でしかも当たり引いたらこれ2枚取れんねんけど、あー、これ何もなかった。負けられなかった。2枚取ったらね、100ぐらいしか残らんから、1回しかリセットできんのよ。あー、移動スペシャルか。もうこういうのは取っとこ。うん。取っとこ。もやもやするやろ、これ言わんかったら。言わんこっちゃないで、もうそんな。さあ、また来た。ドローンカランチップフィーバー。うん、いいな。あ、ちょっと待って、今回はいらんって、ドローンカランチップ。ボールなんやから。はい。あ、いい角度、いい角度。これそのまま入ったんじゃ。オッケー。よし、オッケー。今ちょっとドローン邪魔しかけたよな。ちょっとヒヤッとしたで、今。さあ、これはリセット確定。さあ、来た。塗り進み速度来ました。しかも、ボーナス。まだこれ、ドローンカランチップ今食うんちゃうの。んちゃう。サブウェブを使うだ。はい、確定です。満額確定。まあ、ボールはね、もうほんまにこう言うことないというか、逆に喋ることなくて困るというか、うん。そういう感じなんですけど。あ、まだあれやな。塗り進みのダメージ、突撃ダメージが1個しか取れてないんかな。だから、ちょっとまだこの雑魚の処理はだいぶ硬い感じ。うん、ほら押し負けるよね、やっぱね。ちょっと待って、こいつこのさあ、押すことしかできる。倒せへんやん。一番ちっちゃいやつは一撃で引けるな。うん、大型を一撃で引けるぐらいまでやっぱ伸ばしたよね、ダメージを。可能かどうかは知らんけど、これ敵が来るからさ。登れへんねんけど、ボールが。あ、いたんじゃん、これ。いた。よし、オッケー。あー、イカダッシュ速度来ましたが、エリアは無理ですね。無理なんです。あ、移動ドローンゲージ、これもう取っとこ。うん。取っとこ。ごめん、今無意識で言った。もやもやさせてごめん。はいはいはい。もうボールはね、まあ、さっきも言いましたけど、喋ることないんですよ、これ。あ、すごい、今、どういう動きした今、ボール。あ、気持ちいい。いや、ああいう、こうなんか、チビを倒す感じで、大型までプチプチ、これ倒せるようになりたいよな。うん。あ、いたんじゃ。お前邪魔す。オッケー。よっしゃ。阻止。あー、いっとこ。いっとこ、ハム太郎。さあ、コインは1500ありますんで、結構あります。あー、移動インク回復けど、もういらんのよな、これ。過剰なんよな。取ってもええねんけど、1枚取っとく？いや、2枚は取っとこう。うん。じゃ、3枚取ると、ちょっとリセットがね、かなりきつくなるんで、814円残しとこうや。オッケー、イカダッシュ来ましたが、ポータルはクリアできない。まずい！まずい！非常にまずい！あー、まずいよ。頼む！やばい。ちょっと待って、これラストリセットや。積んだ？あ、積んだ。おい！なしゃれ！オッケー、16回やな。じゃあ16回までサクッといこう。ちょっと非常に申し訳ないんですけど、ちょっと条件変えます。メインしか使えないっていう風にね、ちょっと変えさせてください。ちょっとこれ、無理ですね。積みます、これ。無理だ。
で、これなぜ無理なのかちょっと説明しましょう。これね、逃げ回るやつとあのボールしかクリアできないんですよ。で、それ以外のムーブチップは全部取れないっていう条件でいくと、あのそもそもこの企画でね、こうやろうとしてるこうなんか突撃のダメージを上げるっていうのはなかなか厳しい。うん、非常に中途半端な結果になりそうっていうね。うん、で、あのまあ何回も積みましたね。うん、何回も積んで、でさっきも積んで、もう無理やったんで、ちょっとあのメインね、あのこのエリアもクリアしたいんで、でこれ何回もやったんですけど、やっぱこれね、あのこの浮いてくるやつ、こいつがね、あの塗りすすめだけじゃクリアできない。あとポータルの最後の一撃をね、あのたあの与えることができないっていうのもあって、ちょっと条件変更します。これ無理だ。だからすなわちこう塗りすすみだけで、あ、これイカローラタックもなんかじゃなくて、 いつ取ってたんやろこれ。うん、ですなわち、まあ要はムーブ系のチップ取りながらこのね塗りすすみだけでクリアするのはほぼ不可能です。うん、積む、マジで積む。多分めちゃくちゃ何回も何回も何回もやったらできるかもしれんけど、かなり厳しいわ。で、今回はどっちかいうと突撃ダメージを上げていく方にちょっとシフトしたいんで、一応メインは使えるって形にしよう。さあ今ね、突撃ダメージが何枚？あ、2枚か。突撃ダメージ2枚でもこの中型は一発で倒せません。またやな。お！突撃ダメージ2枚取ってた。これ一撃で倒せるやん、こいつ。てか、あの、条件変えたけど、ラッキーボムなかったらさ、30回の足倒せへんよな、今思ったけど。結構積んでるやん。そう、前ローラーの塗り進みでやった時にこれラッキーボムある家やったよ。それは30回がねクリアできへんからやったんかな、多分やけど。え、あー、出た出た出た、危な。それでも積みかけたわ今。出た。これね、今15回でこの自販機終わったら16回なんやけど、突撃ダメージ出たわ。2枚、あ、そうやな、3枚かへんよな。オッケーオッケー。635あったらリセットにも若干耐えれるし、いけんちゃう。さあ、あー、取れるのあるやん。あー、移動に回復ええやん。うん、でここまでちょっとパレット見ていくと、突撃ダメージがね1234段階だから結構取ったよ。うん、210%ね。で塗り進み速度これマックスなんよ。移動インク回復これ2枚取ってんねんけど、これ2枚取ったことによってこれ塗り進み速度もこう速いから、塗り進むとめっちゃインク回復するって、もうなんか逆の現象起きてる。だからさーって塗ると普通インク使わねんけど、インク回復するってよくわからんことが起こってます。よし、いいよ。で、移動インク回復出てるんで、これも取っていこう。さらに移動してね、インクを回復していこう。めっちゃ速いよこれ。うん、めちゃめちゃ速いでしょ。すごいことになってんの、もう。まあできるだけね、この突撃で倒していきたいみたいなとこあんねんけど、ケンタッキーだけはちょっとこれ使わして。もうしゃあないよね、もう。はい、あ、いいやん、一撃やん。突撃ダメージ 200%。 あ、いいいいけど、ちょっと鬱陶しい。これ倒すために上飛ぶのやめてくれる、ちょっと。めんどくさいな。よし、オッケー。まあ縛り自体はまあかなり簡単というか、ただメインを使うだけやからね。まあどれだけ強くなるかをちょっとこっから楽しんでいただきたいなと思います。さあ、ないよね。そう、ないよ。結構ね、なくて、しんどいね。まあ、移動ドローンゲージか。まあ、報酬もでかいし、取っとくか。うん。全く意味のないチップなんやけど。さあ、突撃ダメージどう？あ、まだやな。あ、全然や。これ、突撃ダメージってさ、結構取れるよな。確か。あ、まだまだあるやん。210杯やけど、あと、1、2、3、4、あと5枚もあんの？全部取ったらすごくなんじゃん、これ。ちょ、待って、ここ結構鬱陶しいわ。普通にメインだけでも鬱陶しい、ここ。ちょっと待って、このアルペジオうざいな、アルペジオ。こいつ、縛りとこわ、一回。やっぱこのね、サイドオーダーの縛りで、空中に攻撃できへんのは相当きついな。うん、積む可能性が相当高い。あとやっぱね、ラッキーボムをね、併用していけば、まあ、いろいろクリアできるものは増えてくんねんけど、ラッキーボムなしで地面だけがやっぱ一番無理やな。うん。何回もやって分かったわ。やっぱ無理、あれは。あー、突撃ダメージ来ましたね。これ取っとこう。300%やって、この1枚で。いや、どこまで強くなんだよ。っていうか、あんなに枚数、あと4枚か、だから。結構あるやん、枚数が。全部取りきれへんのちゃうかな。まあ、自販機でまとめ買いちょっと1回どっかできたら、だいぶ違うんやろうけど。あー、だいぶ強なってるんちゃう。だいぶ強くはなってる。これよりまだまだ強くなんだよ。どうなってまうの、これ。あ、中型はギリ、あと1枚取ったら一発やな。惜しいな、もうちょいや。はい、オッケー。いや、もうちょい、もうちょい。あと1枚取ったら中型が一発で、あと何枚取ったらあの大型も一発になるんだろうな。さあ、ない。あー、吹き飛ばしか。吹き飛ばし取っとくか。うん、せやな。はいはいはい。あ、すごいすごい。めっちゃ進むやん。
突撃ダメージ上げすぎてめっちゃ進むで。これね、めっちゃ快適だよ。めちゃめちゃ速いやん。これなんか、よう見てほしいね。このイカのな、足がな、もう完全にローラースケート履いてるみたいになってんねん、もう。歩幅がおかしいから。これ快適やな、これ。地面に沿って進んでくれんのやったら。まあ、これ空中だけはやめて。ほんまに。それだるいから。これなんでなんやろ、プロペラグラだけなんで空中で反応すんだよな。あ、届かん。届かんわ。まあ、ここはこう芝居ちゃうか。突破した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 。あ、すごい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 。突き進めるな。ええな。はい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 。上から行っちゃう。上から行っちゃう。オッケー。結構な威力になってるわ。さあ来ました、20回のボスでございます。今回は何やっけ、ゴロゴロマルチャーレですっけ。合ってる、ゴロゴロマルチャーレ合ってる。うん、どうでもいいんですけど、こうやってこう、あとはね、突撃していくだけ。うん、480しか払えんのこれ。弱点に当てなあかんのこれ。払われてからが勝負みたいなのがあるな。ああ、当てる。え、なんで。下から、え、なんで当たらへんのこれ。うんうん、なんで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 ダメージ払えんのなんでなんなんでなん。え、あ、あ、あ、一応当たった。1920。あ、当たるわ。なにこれ、当たらんときと当たるときがあるな。あ、当たった当たった当たった。はい、1920。豚子は引き殺せる。いいよ。ゴロゴロマルチャーレに関しては、これ濡れ進みだけでこれ倒せるわ。痛い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 。で、自分ダメージ与えればいいねんけど、与えながら自分もダメージ食らうねんな。これ自分も食らう、これなんなん。どういうシステムなの。どこ行ってんのそれ。どこ目指してんの。余計の簡単やわ。濡れ進めやないから。いや、いいね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 。こいつが一番相性いいか。あ、まあ、けど相性で言うたらあれか、あの増殖する上速と共鳴のなんちゃらみたいなやつか。あの人型のやつが一番多分倒しやすくて、こいつが2番目って感じかな。いちいちね、これダメージ食らうの落としてな。ダメージを与えられんねんけど。おー、すごいダイレクト。いや、もうめっちゃぶっ飛んでくるよこれ。もうあはは、クリアした。オッケー、いいやん、だいぶ仕上がってきたよ。けどまだこれ突撃ダメージまだ全然取れてないから、あと何枚、あと4枚とかあんのやろ。どうなっちゃうんこれ。イカダッシュかー、惜しいなー。いや、これ取る。いや、どうしようかな。いや、これ取る。いや、どうしようかな。いや、自販機。まあ吹き飛ばしも取っとくか。3枚。いや、1回リセットしてもいいなこれ。あー、これでこんかったらもうやめとこう。うん、オッケー、吹き飛ばしもかなり取ったよ。あー、人移動速度。いや、ちょっとリセットしちゃうか。いやー、これでんくて積むの嫌よ。あー、来た来た来た、移動員回復これ取っとこう。さあ結構埋まってる。残り1列とあと1個やけど、22、23、24、25、26、27、28、29、あと8フロア通常フロアがあって、あ、意外といけるな。いけるぞ。あ、これ中型が一発で倒せるようになってほしいな。けど突撃ダメージあと何枚取れるかやな。意外と突撃ダメージで乾燥さすのむずいな。あ、これちょっと待って、これ振りながらさ、横移動、これカニ歩きっていうんかな、こうしてたら勝手に回復していくわ。で、無限にバシャバシャできるこれ、めっちゃいいや。すごい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 。ずーっと振れる、ずーっと振れる、永遠に筆振れる。オッケー、移動インク火薬おもろいな。あ、突撃ダメージきましたね、とっとこう。うわ、ここちょっと待って、塗り進めだけでいこうと思った。これ無理じゃん。回る、あ、回る回るわ。あ、1回で結構進むな。あー、けどちょっとこれ、あー、いやいやいや、すごい中型一発や。ちょっと待って、落ちすぎ落ちすぎ落ちすぎ、さすがに。あ、すごい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 、快適、快適ではあるけど、うわ、めんどくさこれ。まあけど、できるだけ塗り進めてクリアしたいからね。プロペラグラぐらいはね、クリアしたいわ。あ、6つ当てんのこれ。これね、敵がいてもあんまりこう関係ないとか無視できるな。うん、それぐらい突撃ダメージがこれ仕上がってるから。さあ、これ下は余裕。オッケー。あ、すごいな。関門の突破もすごいスピードやん。突撃ダメージ。ほら、もう敵はね、サクサクサクっと倒せんねんけど、空中にプロペラグラがあるとき、これめっちゃめんどい。オッケーオッケー。ちょびっとずつ進めていこう。うん、おしゃ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 、もうめんどくさこれ、なんなん。はい、届きません。あ、いいよ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 、めんど。これ登ったり落ちたりずっと背中やんこれ。あ、
そうか、この辺で滑空すれば。はい、いい、いい、ちょっと楽しくできた。あ、いいよいいよ、あと1回ぐらいじゃん。ちょっと待って、あと1回、あと1回でもね。よし、オッケー。さあ、突撃吹き飛ばしやな。4800あるからちょっとこれ攻めるか。突撃ダメージ欲しいよな。あー、来ない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 ね。まずいね。やばい。自販機でもいい。飛ばしとっとこか。カンストやしな。吹き飛ばし 300% やって。すごいやん。まあ、この敵もね、できるだけ、お、すごい吹き飛ぶわ。これさ、大型吹き飛びすぎてさ、めんどくさなってない？逆に。おしゃ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 。いける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 。めっちゃ敵多いな。めっちゃ敵多い。うん。めっちゃ敵多いわ。すごい。それ以外の言葉が今出てきてない。それぐらい多い。待て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 。悪いことしないで。はい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 。ちょ、待って、結構止められるわ、これ。結構止められる。で、逆側にケンタッキー来てる。これ警戒しとかなあかんのよな。で、これ、なんかチャージャーとかでね、逆側にこう手出るんで簡単にね、こう撃破できるんですけど、今回、北斎なんで、結構辛いんよな。さあ、2、1、OK! 結構しんどかったよ、今回。まあ、いや、移動インク回復か。いや、いらんない。いや、自販機やろ。ここで突撃ダメージ積もろ。うん。もうそれしかないわ。ガーマジ？え、え500%？ すごいやん。どうなっちゃうのこれ、 500% って。とんでもない色くなるんじゃん。うわ、これは期待できるな。え、大型も一撃ちゃう、マジで。さあ、移動スペシャルいらんない。いや、結構ね、練り込みやるんで、若干厳選していい。まあ、いるやつってあんまないねんけど、まあ、移動インカク取っとく？うん。さあ、あと4枚か。今が26回、7、8、9、あと3回で、埋めなあかんと。あ、現実的ではあるな。2枚もしくは自販機。その辺が出てくれたらいけそう。あ、一撃や。あ、強いよ、これ。塗り進むもめっちゃ早いし、インクも回復せんでいいから、早っ。これはええわ。ほら、もう更新してもうたもん。あー、これはね、できるだけ2枚か自販機かを行きたいから、ちょっと攻めちゃうか。ちょっと攻めちゃおう。あー、2枚が来てほしいな。そやろ？で、あと4やろ？あと4で7、8、9で3やろ？だからどっかで2枚取らなあかんのよ。うん。あー、そうやな。ちょっとまあ、この辺でチャーニングしようでもいいけどな。うん。でも、あと1回だけ、あと1回だけちょっとリセットしよう。あー、ダメや。ダメや。なくなっちゃった。うん。自販機来た。オッケー、自販機行こう。ここで2枚買えたら、750消費すんのやろ。で、十分練り込み余るし、次のリセットにも回せるから、いきなりここで出てほしい。なんでもいい。出ない。出ない。ちょ、1回だけリセットしよう。いや、あかんわ。ちょっとこれ、ライフの枠、邪魔。うん。これラスト、これラストにしよう。これラスト。出ないわ。やってもうた！これ埋まらんかも。やばい。また2枚2枚とか引くしかないよな、これ。うん。2枚2枚もしくは自販機ラストで引くかしかないね。うん、やばいやばい。はあ、やばいな。やばい。ちょっと次の回の自販機にかけてもええな。これクリアして1200ゲットしといて3200にしておいて、そうしよう。次の自販機にかけよう。さあ、全塗られやけど、あー、全然問題ない、全然問題ないです。こんな、うん、基本塗り進みなんでもう関係ないんで、塗られてようがなんだろうが。さあ、こうやってね、横に移動しながら振ってたら無限に振れるんで、はい、オッケー。さあ、いいよ。あ、強い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 。あー、落ちた落ちた落ちた。強すぎて落ちた、強すぎて落ちた。やばいやばいやばい。なんかレレレレ乗ってる、レレ乗ってる。びっくりした。すごい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 。突撃の吹き飛ばしもすごいけど、ダメージもすごい。これこれであれやんな、一応塗り進みは一番強い状態になってんのよな、多分。そうやんな、塗り進み速度もマックス、突撃ダメージもマックス、突撃吹き倒しもマックスやんな。塗り進み最強状態や、これ。やっぱね、あれよな、バシャバシャの威力は一切強化してないから、それがちょっと辛いね。まあ、永遠にこうやってね、触れるのは触れんねん、カニ歩きてたら。触れんねんけれど、威力が低いからこれ、ポータル破壊するのはやたら時間かかるっていう。さあ、来い。次大事よ。次これ自販機出てくれたら相当熱い。頼む。頼む。自販機。絶対自販機。絶対自販機。ダメダメ、自販機自販機自販機。自販機がありえない。自販機がありえない。今回は2枚でも無理やから。3枚取らなあかんから。自販機がありえない。ちょ、待って、3枚取んねやったら、あ、もうちょいいけるな。もうちょいいける。1250余ってりゃいいんか。まずい。まずい。
まずい。あ、次最後のリセットや。これで自販機が出てこんかったら終わりや。うん、あ、終わった終わった。うん、イカダッシュ速度を取っとこう。もうあが埋まらんかった。やっぱりあれやな、普通に目に行くんやったら埋まると思うねんけど、やっぱこう縛りがある上でちょっと厳しいかな。うん、でそれ今回は突撃ダメージに特化せんかったら、まあいろいろチップ取れた場面あったから、まあそれが全てやったかな。うん、ちょっと突撃ダメージね、どこまで強くなったかちょっとお見せしましょう。うん強っあー気持ちいいな、中型一撃が気持ちいい。うん、あ、いい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 。ほんでこれプロペラぐらいもうこれ一撃ペシって叩くだけでめっちゃ進むやろ。うん、めっちゃ進むやん。はい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 、めっちゃ速い、めっちゃ速い、めちゃめちゃ速い。え、今カモンあった全然手応えなかったけど。あー、もう楽勝楽勝、もう地面にもう張り付いてたら楽勝ですよ。ほらもう関門が関門じゃないもん。うん、同じスピードで進んでいくんやけど。さあいいですね、来ました、ラスト30回。まあ、これ足もそうですけど、大ダコ本体へ、まあ、どれだけのスピードでこれね、ダメージを与えていけるのか、これもちょっと楽しみやな。さあレッツゴー。そう、途中でも言ったけどね、そもそもこの30回が途中までの縛りの内容だとクリアできへんかったから。あ、3200回一撃、いいや。で、まあ、このねバシャバシャバシャってやりながらね、こう移動しながらバシャバシャしてたらインカ蹴れないんで、そのまま破壊できると。いいよ。さあいいですね、さあ大ダコです。さあ、なんか3200とか入ったから、それが連続で入るって感じ。あ、強い強い強い。お、すごっ、待って、弾かれへんねんな、連続でダメージ入んねや。これすごいわ、めちゃめちゃ強いかもしれんこれ。なんか大体さ、こう何、こう濡れすぎたダメージ与えたらこう吹っ飛ぶんやけど、大ダコは吹っ飛ばされへんから連続でダメージ入れれんねんな。なるほどね、それは強いわ。いいね。まあムーブチップってさ、基本的に移動系がねやっぱ多いし、威力が上がるのってほんとにほとんどないよ、突撃ダメージぐらいじゃないの。だからなんかすげえ地味かなと思ってたよ、ムーブ系なんかあんま積んでも意味ないんかなと思ったけど、やっぱこれ突撃ダメージこんなに積んだらめちゃめちゃ強なんねんな。ええー、な、はい、いくよ、弾かれません、いくよ、はい、あ、ちょっと弾かれるわ。あ、弾かれへん場所があんねや、なるほどなこれは強い。あ、大型は一発、あ、さすがに2発や、さすがに2発らしい。あー快適やな、ええー、な、強いな。いいよ。これね、あのバシャバシャよりもう突撃ダメージで今威力上がってますんで、これで引いた方がいいよ。これバシャバシャだとね、結構殲滅時間かかるでしょ。そう、何発もね結構殴らないとこうやってこう倒せないんですけど、濡れ進みの方が簡単。ほら逆転現象起きてます。さあ来たよ。さあラストも、なんかこの辺殴るとほら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 、あんま弾かれへんのよ。うんうん、あ、終わった、瞬殺すぎる、おもろいな。いやー今回ね、突撃系はねマックスまでできたのはこれは良かったね、これは良かったけど、ちょっとねあの全部埋めれへんかったっていうのはあんねんけど、まああと2個ねちょっと悔しかったけどね。まあけど北斎の塗り進みのまあ理論値見れたんで良かったんじゃないかなと思います。あー、なるほどね、8万までいくんや。ってことは8、うん、は、そうやんな、おー888 サイドオーダーにふさわしいや。ほなまた。